ゆうたけのガチ部屋で見る見ないキャラランキングランキングじゃないけどランキングじゃないですけど、ちょこの前深夜ぶっ続け11時間スマブラとかやってた時にめっちゃ見たキャラと、もう空気じゃねみたいなキャラを勝手に分別してみました。あのリプレイはちょっともうちょっと後でやるので、この時間に飛ばしてください。ってわけでちょっとだべってたいんですけど、まあこの赤丸がもうめっちゃ見るガノンドルフ、ゼロサム、ネス、キャプテンファルコンの四天王と言ってもいいような、いや異論は認めますけど、もう本当にもうこの4体はダントツで一番見る気がするガチ部屋で。でまあ青丸、その対照的に本当に空気のやつはもう全然見なくて、ルイージ、クッパジュニア、ワリオ、ゲームウォー、ゼルダ、バルテナ、ダックハント、メタナイト、リザードン、ロボット、ピクオリ、ドクターマリオ、もう本当にもうこいつらは全然見ない。敵の字5678910111112、まあまだちょっとパックマンとか怪しかったり、あとクッパピーチもちょっと怪しかったりするけど、もうこの青丸はもう本当に見ない。まあそんな勝手なランキングですけど、そう自分はねこの見ないようなキャラを使ったりするのが好きで、あそう、あとウィフィットレーナーもう青丸つけてないけど、そうたまたまなんか動画で 2,3 回出てきちゃったから青丸つけづらいなと思ってつけてないんですけど、まあそう見ないキャラを使うのが好きです。っていうかね、何なんだろうこの差は。多分見てみるとゲームをロボットあたりは、あとダックハントはなんか原作がちょっとメジャーというか、このマリオみたいななんか主役級のキャラじゃない感じだから使われてないのかなとか思ったりするんですけど、どうなんでしょう。というわけで前から言ってた勝手に見るキャラ見ないキャラ分別でした。皆さんはガチ部屋入っててどうでしょうか。まあ、どうでもいいんですけどね。はい、じゃあリプレイ実況入ります。はい、ゆうたけです。今回もリプレイやろうと思います。リプレイ、なんか前ロボット1回しか見なかったとか言っときながらここにもいましたね。これでロボットは2回かなっていうのがまず訂正で、あと今回はここコンさんはちょっとまた次回に置いといて、長いんで多分2パートぐらい次回やるとして、今回はこの犬のお兄さん会にしようと思います。めっちゃ強かった、やばかったこの方は。はい、じゃあ早速ファルコガチ勢ってことで、まあいろんなキャラ使えるマルチな方なんですけど、ランダム勢ってわけでもなく、さあ早速ビスタで返される。あんまり覚えてないからちょっと新鮮な感じなんだけど、とにかく強かった覚えだけはある。さあ空中からの掴みもしっかりしてくるよ。おっと、いきなりメテオじゃなくて崖際のあれ、名前がわかんない、ないのかな。まあ、村人の復帰で助かりました。さあ完全に押されてる、右下のあれがめっちゃ来ることを読んできた。さあ来たー、鉄球じゃねえ、ボーリングってことで、まあいつも通りの村人でいい感じに応戦してるわけですけどめっちゃ B 下やりたいけど、来る、はい、読みめっちゃ返したかったんだろうね今。てかマジボーリング強すぎでしょ、肝だけど。もうこの A2 回で掴むっていうね、これほんと強いよね。全然やり方が分かんない、押し続けちゃう A は。隙ありすぎる。あー、なぜの B 上、危ない。今のスマッシュ当たってたら死んでましたね。さあ空中でもめっちゃ攻めてきますよこのファルコ。ファルコも全然見ないんですよね。なんか前作ファルコめっちゃ強かったけど、今回はなんか謎のなんだっけ B が遅くなったり、
B の感覚が、あとつかみのあれができなくなったり、おっと今スマッシュで死んだのかさあ木を倒そうとしてる、ナルコ B 下うまいよね、ほんとなんかほとんど返されてる気がする。で結構 B 下伸びてくるから村人の B も間に合わないし難しいっていう。さあだいぶ当たったよ今の攻撃。さあ木どうなる、おっと B 下で返されるのか分かってるけど、おっと読みで勝ったか、ギリギリ最後はな、まあなんとかギリギリ B 下でいけたわけですけど、完全にもうボーリングといい木といい力技。さあこの方は強いと思ったので何回か対戦します。ファルコ一番使ってるキャラじゃなさそう、多分いろいろ使ってたから。さあしゃがみながら近づいてくるよ、おっと B 下が来た、 B 横か、名前が分かんねえないちいち、すごい空上が強い、危ない完全にやられてる 0%、 おっと2クラス飛ぶよ、やっと美しいし、うわうまい、ね、空中で栄養をやりながらあの降りてくる感じね。なんだ今のつかみは、外してるよすごい回避、横回避読みのスマッシュやられてよね今、読みがいちいち強い。さあビーフィートトレーナーのメタは相変わらず当たらない、すごいよ、なんか一瞬で降りて崖つかみがうまい。また来たこの空中 A 前、あファルコ何をしてる、自殺するか、生き延びるもうこれにはビビってもう呆然としちゃった。ファルコであんなことできるんですね今、ステージ移動したよ。さあまあそんなこんなで 27% しか食らわせられておらずちゃんと B 横で B 下で返される、当たらない、 A2 回で掴まれる。さあもう完全に力の差を見せつけられている竜武氏。さあ一騎は倒したいところ、リピートトレーナーで倒せるのか、やっぱさっきの村人がね、メテを当てたい、当たらない、おっと自殺を誘ったか、いやたまたまか。さあスマッシュが来そうこのガキ際でめっちゃ来るよね、ブラスターが地味にひるむ、めっちゃ崖来る、めっちゃ崖来る、怖い。ちゃんと A の連弾当ててくるし、 A2 回でつかみも相手入れてくるから、もう本当にもう上級者感が半端ない、さりげない振り向き A 横とね。さあまた横回避スマッシュやられるうまい今の B、おっと危ない、 B フィートトレーナーの B 上が意外と役に立つっていうあ攻撃ってなるから。さあメテはいつも通り当たらない、おっとどうした、どうしたどうした謎の陽動、何なんか歩いてる歩いてる、余裕の表情か、あっとこれは厳しいぞ、危ない、おっとスマッシュ下で返される、おっとまたうまいな本当に一瞬で崖降りて空しろ、いやもうこれはとても真似できません。さあファルコ以外も使ってくれるかと思って続けますけど、自分も別のキャラで挑みますけど、これはやばかった、もうこれもう全てにおいて負けてた、超がついてるから多分完全敗北したやつだと思う。ピカチュウもなんか少なくな見るの少なくなった気がするけど、なんかねアイテムこの掴みがジャンプして緊急回避なんか一瞬で掴むの、これできないんですけど、初めて見た、これはだからクッパジュニアそしてまた掴まれる、投げられる、当てられる、クッパジュニアよりアイテムを
の投げ方をね使いこなしてる。おっとスマッシュため食らう、うまいフェイント、おっとなんだ今のまた崖際で A 横で降りながらまた掴まれる、やばい、これ掴んでガードしてたら自分は食らないんですね、拾ったやつは多分。また掴まれるさっきから B 下が1個も当たっていない気がするが、相手クッパジュニアも使えんじゃねえのかな、なんかアイテムがなんでこんなに使えるんだろう、アイテム普段使わないからやっぱり。おっとやっと当たったけど別に特に効果なし。さあ電光石火追いつけない、B 下また取れる、取られなかった、でも B 下全く使えないクッパジュニアほど弱いのはいないぜ。また取られる空中の緊急回避か今のは、掴める条件を詳しく、相手の掴める条件を詳しく知らないんだけど、とにかくなんで相手こんな掴めんだろうってほどに掴んでくる。さあ全く当たらない、やられる、ピカチュウ使える人あんまりなんか難しいからか見ないんだけど完全に使いこなしてますよね。簡単そうに見えてピカチュウ意外と使うのむずいですからね、完璧に使うのは。おっと掴みミスした、珍しい。さあ一気は倒したいところ、もう空中攻撃さえ狙えない、早い、ジャンプした瞬間にニュートラル A か怖くて怖くて緊急回避しまくるけどできない、当たれ、当たるわけがない、これ掴んでガードしてたら当たらないんですね。ああ何 B 下してる、今のは掴みだろう、完全に押されてて、あーっとB 上使ってしまってた、乾杯、もう本当に乾杯、これもうこれはこれほど強いピカチュウはっていうかアイテムの使い方がね、クッパジュニアでもできるのかな、あんな空中ジャンプしてすぐ掴むとか。お最後に多分村人で村人のあの強力な技で勝てないかと思って挑んだ結果だと思うけど、ギザードンっていうのがまた珍しいですよね。ギザードンも見ないランキングトップなんで、火炎放射が痛いよね、火炎放射が。さあ村人の力技でリベンジができるのか謎の踏み、この踏み要素ってあんまり、あ、崖っていうか空中で踏んだらまあ強いけど、さあ怖い、相手はリザードンも使ってんのかランダムなのか、もしかしたら本当にランダムかもしれないぞこれ。リザードンといえばなんだろう、この B 横か、 B 横が怖いよね、もう最後の方捨て身でくる死んじゃった、珍しいな。 B 横当たれば強いけど、まあ、自分も食らうからもう終盤ぶっ放しまくる人いるよね、あれは多分ガード押しっぱなしじゃないとどうにもできないと思う。おっといいように当たったよ、斧当たらない、おっスマッシュが強力すぎる、やっぱリザードン、クッパは火炎放射は今回めっちゃ使わないとですよね、今までめっちゃ弱かったけど向き変えられて地味に強いし、崖際でやられたら復帰弱いキャラはもうめっちゃ食らっちゃうし危ない。今のはメテオか、お互い強力な技を持ってるからスマッシュが怖いよ。あ、岩砕きもいっぱい釣る人いますよね、アーマー状態になるんですよね、危ない。あこの崖の攻め方がすごい上手い相手。
おっと、あーガーキャン、あの木をガーキャンしてしっかりスマッシュでとどめよう。はい、多分ランダムなんじゃねってぐらいの誰でも使えそうなランダム勢の強い方でした。多分これで相手がいなくなったのかな、確か。ってことで、犬の、あ、おまわりさんじゃない、犬のお兄さん。あれ、さっき犬のおまわりさんって言ったっけ。犬のお兄さん、めっちゃ強かった。ね、一試合一試合早かったし。じゃあ、次はどうしましょう。ちょっとこれ、フレンド戦だったんだけど、メテオっていうのは、この Wii Fit トレーナーのメテオが外しすぎだと、自分で見てて思ったんですけど、メテオがうまく決まった時のすごい気持ちよかった時のリプレイだと思う。これ多分前にフレンド戦で出た方ですよね。あれからまあ何戦かして、そのうちの一戦だと思う。本当にウィフィットトレーナーとキャプテンファルコンはいい勝負なんですよね。お互い一応何、なんか格闘系っていうか、まあ、ビビットトレーナーはちょこちょこ小道具使うけど、この動きがシュッシュしてる感じがいいよね。人柄っていうのが、おっとメテオ決まった、珍しいよ。右横の上からメテオ、おっとビスタで攻めてきた。おさあさすがに決まらないか。リピートトレーナーのヘディングでメテオもたまに当たるんですけどね、相手が空中で攻めてきてなんかたまたま当たるとか、まあ、たまたまじゃなくて当てる程度に行きたいんですけど、さすがにレベルが高い。あと空前の足でメテオにもなるんで、メテオは一応3つ、弱メテオなのかな、どうなのか。つかみがすごい滑ってくるよねファルコン。さあ危ない、スマッシュためは本当に読みで、おっと空中からの D 下、隙が多いけど攻撃力は高いと思う。この B 上で地味に攻撃が当たるのが助かる。メテオ決まった。ファルコン B 上も B 横もメテオが当たるから、よくこのメテオが決まるからめっちゃ気持ちいいっていう、たまたまリフィットトレーナーのメテオが決まる時もあるんだよってことで、その紹介でした。あとどうしようかな、あと一つぐらい、あと一つぐらいは、これなんだろう、まあ、ロボットが事前にしますか。ロボット多分一回も見てないんじゃないかな、今までの動画では。まあ、リプレイは一応2つてか、普通に動画外でも2、3回しか見てないレベルなんで、まあ、ロボットはまあ B 下のあの駒の使い方ですよね。あと B もやたら強いから、ロボット使える人はめっちゃ強いけど、なんかゲーム元のゲームが人気がないのかなんかで、あんま使ってる人見ないですよね。やっぱ基本的に好きなキャラ使いたいのが最初じゃないですか。っていう、自分はそうなんですけど、村人とかも動物の森ずっとやってたから、使いたいからずっと使ってたら、まあ一番使えるようになった感じだし、ビーフィットトレーナーもね、もう最初出た瞬間からもうずっと使ってたのは、なんか最初使っててめっちゃ弱って思って、その弱さに惹かれたっていうか。さあ駒にやられてるビーフィットトレーナー、やっぱ誰もっていうか使用頻度が低そうなキャラを使うのが自分は好きで、おっとヘディングがいいように決まったけど、さすがにロボットの復帰力も結構あるし無理でした。
駒だよね、やっぱ駒が怖いよね。めっちゃビーも飛ばしてくるし、つかみも、つかみでバーストもなんかできるのはあった気がする。下かな、つかみ下かなんか上だっけ、下か上で飛ぶ。おっと太陽礼拝で、うわっ、びっくりした。なんじゃ今の、え、投げて死んだの、そんなことってある。見てなかった、何が起きた今。空中からの攻撃は結構ロボット出が遅いので、そこがでもまあ当たれば強いのが難しいところ。空前は速いか、弱いけど。今のがニュートラル、ニュートラルでこんなに飛ぶのは珍しいんじゃないか。なんとか生き延びる、インフィクトレーナー。この B 上のフラフープが地味に効いてくる、効いてることに最近気づいた。あ、駒危ない、駒危ない。駒を置いてるだけでああなるから困るんだよね。まあ完全に有利、なんとか生き延びてるおかげで。これはまあ生き残って倒したいけど、これ今上かな、下か上かでバーストできるのがロボット地味に強いところですね。あ、そう、あと今回の相手はしてないけど、ロボット B 横で太陽礼拝もヘディングも全部返せるんで、そこら辺も結構やられるんだけど、まあしないで相手はコマとか B とかぶっ放してくる系ですね。危ない、今のメテオやられてたら完全に負けてた。さあコマ、コマどうする、コマが強い、コマが邪魔だ。やっぱアイテム使える人は何でも、さっきの犬のお兄さんもそうだけど、かなり有利になるよね、相手がアイテム使う系でも。さあ一気に逆転されかけてるよ、大丈夫か。おっと安定の横へ、横へでこんなぶっ飛ぶのはすごい。そう、デモ早いしありがたい、まあ、それがユヒトトレーナーの強みな気がする。よし、そろそろ今回はこんくらいにするかな。リプレイパート2、あんまガチ部屋ね、もうあれから潜ってないから、そろそろストックがなくなってきた。この方本当に強かった。じゃあまた次回以降、次回ぐらいに、ここ、あ、ルッキナ見せてっていうコメントあったけど、忘れちゃった。まあ、次回以降、このコココンさんとのいろんなキャラ、おそらくランダム勢の長期対戦と、パート2、3ぐらいに分けてやろうと思います。ではまた次回。